こんばんは、マーヤです。ノーマンズスカイ、本日もやっていきたいと思います。行きましょう。さあ、今回から新しい星系に来ましたが、ちょっとね、ぼちぼちさ、船が新しいのが欲しいなという感じでいろいろちょっと見てるんですけれどもね、すんごい奇抜なデザインやね、これ。うん、ちょっと見てみよう。かっこよくはないけどさ、すんごいデザインやな。さあ、これなんぼしますかね。これが24スロットで260万。ああ。これぐらいの船にちょっと乗り換えたいですね。今私の所持金が136万円ですね。で、今乗ってんのが19スロットなんで、うん。だいたい25スロットぐらいで、その辺の性能で乗り換えたいなって感じなんでね。ちょっとね、お金を今日は稼ぎに行きましょうか。なんぼ稼ごう。500万ぐらい稼げるかな。うん。多分500万あったら、うん。はいはい。いろいろ選べると思うんですけれどもね。さあ、で、ここはね、新しい星系の、新しい惑星ですね。で、ここがさ、もう、何にもないんよ。動物はいてません。そして植物も全くないな。ほぼないね。そういう不毛な惑星なんですけど、ここがさ、鉱物が結構掘り放題。そんな感じなんでね、ちょっとここでさ、お金をシコシコ稼いでいきましょう。もうこれ見えるでしょ、ほら、金が。金の鉱山がね、そびえ立つ金。すごいでしょ、これ。前回金にやられたからね、金に殺されたからちょっと、若干気をつけていきたいけど、これ何？これ何？キノコか。さあ、ここに金があるね。まあ、今日はね、こういうちょっとかなり地味な作業が続く動画になっちゃうかもしれませんけれどもね。ちょっとね、これ、鉱物を掘りまくって、どんだけお金が貯まるのか、やっていきたいと思いますんでね。よろしくお願いします。まあまあ、とりあえず軽く削っていきましょう。まあ、金を大量に取ったらね、そこそこの金額で売れると思うので、まあ、100万ぐらいはすぐ貯まるんですよね。多分1往復で多分50万ぐらいは貯まるかな。なので、10往復したら500万ぐらい貯まるでしょう。っていうね、考えなんですけれどもね。とりあえず500万を目標に。で、もしね、かっこいい船がね、あって、まあ、2、300万で買えるんであればね、もうそれ買いたいと思いますけれどもね。ちょっとね、まあ、交易所とね、この採掘を行ったり来たりしながらやっていきましょう。うん。まあ、とりあえず金をいただいていきましょうかね、この辺。まあ、かなり地味な作業なんですけれども、まあ、ノーマンズスカイでやることしたら、ほんと、こればっかりですからね。この鉱山を削ってさ、ひたすらね、この地味な作業を繰り返すというのがね、まあ、このゲームの本質といってもね、過言ではないですからね。うん。まあ、このアイテム掘りがね、なんか知らんけど中毒性があるんですよね。なんか掘ってしまうよね、これ。いらんけど掘ってまうんよ。オッケー、これで何本取れたかな。結構、あ、そうそうそう。テクノロジーつけよう。ちょっとこんなことしてられへんわ。ここにさ、なんかつけれるもんあるかな。これでちょっと効率化を図ろう。ビーム強化。マインレーザーの、ビームフォーカス。マインビームの使用が大幅にスピードアップする。あ、これつけようか。これをつけて、OK。さあ、いらんやつ取る？これ。ビーム強化。ああ、1。プラス1のやついらんよね。これは？マインビームの冷却にかかる時間を短縮する。これいらんわ。これ解体しよう。で、ここになんか入れれるもんがあったら、スピードアップ、これ、スピードアップつけた方がいいかな。これは？これは冷却ね。他は、これは。マインビームのレーザーのダメージが増加する。うん。どうしよう。あ、これは、これであるわ。マインビームレーザーが強化され、地形の破壊が効率化する。うん、これ入れましょうか。ビーム強化。OK。これでだいぶ早なったんちゃう？あ、この破壊される範囲がでかくなったな、かなり。これで早くなるはずよ。若干。うん。まあ、500万貯めようと思ったらね、
ちょっと焼け石に水かもしれんけどね。うん、まあある程度削ってね、次行きましょう。もうこれ綺麗に削ってたらほんと時間かかってしゃあないからね。はい、ちょっと今日ね、二日酔いなんでね、ちょっとあんま気分が優れないんですよ。なのであんまこういう地味な作業したくないんやけどな。ええか、石行きましょう。うん、ちょっと飲みすぎたわ。久しぶりに飲みすぎたわ。行くで。さあ、ここ金だけじゃなくて、あ、燃料がないわ。宇宙船の燃料どれや。どれどれ、ね、発射これか。OK、行きましょう。うん。金と、何がある、エメリルとかあるかな。あ、いた、これこれこれ。ここなんかあるね。これなんやろ。これ金じゃないよね。うん。取っていきましょう。あ、これヘリジウムか。ヘリジウムは掘るの早いんでね。掘っていこう。パス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 。すんげえ二日酔いでさ、もうちょっと頭痛いわ。もう昔は結構強かったんやけどね。もうちょっと飲んだだけですぐね、二日目残っちゃうからね。よし、行くで。なのでもうあんまりね、お酒飲みたくないんやけどね。もう誘われたらいかなしゃあないからさ。久しぶりに女子に誘われたからさ。なのでちょっと行ってきたんやけど、しんどいわもう。でさ、洞窟にさ、すんごいね、いいもんがいっぱい。あ、ここなんかすごいね。地形がすごいね、ここ。洞窟にさ、なんちゃらパールっていうね、すごい貴重な何かがあるんよ。あ、これこれこれ。これがね、結構、高値で売れるんよね。これも取っていこう。ここはこれだけかな。うん。これね。これでパカッて開いて、ほら。アルブミンパール。これを取っていこう。ただこれを取っちゃうと、またね、センチネルが怒ってくるんよ。もうええっちゅうね。ただセンチネル倒すと、これ、わ。センチネル倒すと、これ、チタニウムが手に入るから、で、このアイテムももらえるからね。これも売っ払っていこうか。めんどくさいけどな、こいつら、ほんま。はいはい。まあ、チタニウム目的で取っていこうか。こいつね、もう弱いくせに出てこんでええんよ、もう。もうちょっとさ、強いやつ、連れてこいみたいな。そんな感じですよね。それやったらやりがいあるけど、ただめんどくさいだけなんよ。弱すぎて。もうちょっと手応えあるやつを、連れてこいやみたいな、そんな感じですよね。ちょっと洞窟があったらね、洞窟入っていきたいと思います。あ、ここなんかあるな。金があるわ、ここ。金があって、で、ここさ、穴開いてるよ、ほら。ここ入っちゃっていいかな。うん。ここはね、これ金かな。これ。これ金やな。オッケー。あ、なんもない。洞窟じゃねえな。なんもないわ。なんかこういうホラー穴が、ホラー穴っぽいのが結構あるけど、なんか、すんげえ深いさ、洞窟とか入りたいな、ちょっと。どこまで続いてんのみたいな。そういう洞窟があったら結構ワクワクするんですけれどもね。夜になってきたな。どうせ削るんやったらもうちょっとね、でかい金を探し当てよう。うん、ちんたらちんたらやってられへんからね。うん、よし、行くぜ。何にもないね、ここ、ほんと。ほんと、岩石惑星やわ。まあ、でも、こういう惑星にね、もう金がすごい見えるもんね。ちらほら、ちらほら。うん、なんかすんげえ、金の山ないかな。これはすげえわ、っていうようなね。金の山。宇宙まで伸びてそうな。めちゃめちゃ時間かかりそうやな。うん。わ、ここにまたでかい金があるわ。これちょっと掘らしてください。で、ここにさ、うわ、あ、これ金ちゃうわ、ニッケルや。オッケー。ここに洞窟あるでしょ、んで、多分。これ金じゃないよ、ニッケルよ。これ売れるっしょ。オッケー。あ、これは結構さ、サクサク掘れるわ。なんか素材によって掘れるスピードが違うんよね。これめっちゃ早いわ。これ何も塗れるかな。これ全部削ったら多分
20万ぐらいにはなるんちゃうかな。うん、あ、しまった、オーバーヒートしてもた。さあどんどん削るぜ。うわ、ちょっと待って、なんやねん。おい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 、勘弁してよ。ちょっと待ってよ、どうすんねこれ。おい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 、ちょっと待って、これどうしよう、やばい、これどうしようもないやんけ、これ。なんか水の中入ってるよ、ほら。地下？地下水脈？ちょっと待って。うわ、これ無理や、こんな。おーい、なんやね、これ。どうすんね、これ。積んだやんけ、こんなもん。ふざけんなよ、こら、ほんま。ちょっとハローゲームス電話しようか。ねえ。まあ、電話しても英語喋られへんけどな。どうすんねん、これ。ほんまバグだらけやの、このゲーム。これ上がられへん、でも、こんな。無理やん、これどうすんの、これ。自殺もできへんや。水の中で死ぬしかない。もしくはセーブデータ巻き戻すかね。これ、現在、これね、こっちリロードしてみろ、これ。おー、助かった。ふざけんなよ、ほんま。くそ、このバグだらけのゲーム、ほんま、腹立つの。落ちんなよ。次落ちたら、ほんま、マジで電話するからな。電話して、ちょっと、ファック言うとくわ、ほんま。んざー、お金がどんどん貯まるぞー。何も貯まるかな、1往復で何も貯まるかね。それはちょっと楽しみやな。これオーバーヒートさしたらあかんのよね。これで一旦止めるんよ。ほんだらなんかバグかなんか知らんけど、これね、右上のバーあるでしょ、これ一瞬離しただけで全部リセットされるんよ。ようわからんよね、これこのまま打ち続けるとこれでねオーバーヒートするんですけど、これでねオーバーヒートするんですけれどもね、一瞬だけ離したらこの熱がリセットされるというね。ようわからんわ、これ何がしたいねって感じやな、これ。よっしゃ、ニッケルいっぱい取れたぞ。オッケー、じゃあ行くぜ。でここにさ、ほら、あれ船あるか、ここにさ洞窟あるよね。ここでパールをちょっと狙っていこう。うわ、なんか穴開いてる、ここ。あ、すーごいぞ、ここは。あ、パール、ほら、あるやん、ここ。ここにパールある。オッケー。あ、パールいっぱいあるわ。あ、こっちもあるわ。よしよし。たださ、センチネルが来よるからね。いっぱい取っていこう、もう。パール。あ、アルブミンパール。いっぱい取っていきますね。もうええよ。エリート部隊でめちゃめちゃ弱いやんけ。パッカーンやな。あ、いっぱいあるわ、これ。ただこれさ、これアイテム、パールね。これスタックしないんよ。これ一個ずつ、これ、かける5とかにしろや、こんなもん。これなんでこんなもん一個ずつさ。なんでこういう仕様にすんのか意味わからんわ、ほんま。スタックさせろや。うん、これでも、このパール取りすぎたらさ、あんまり取れなくなっちゃうよね。うわ、ここすごいな。うわ、ここいけるか。ほら、もう降るやん。もうわかんな。ってことはさ、これ1個何も売れんの？ 2万7000円で売れんのか。ということは、これと、アルブミンパール取ったら余計ちょっと金とか取れる量が減っちゃうから、取らん方がいいんかな。ひたすら鉱物集めてるだけの方がお金儲けできるのか。ちょっと一旦これでね、戻ってみましょう。で、換金してみます。
所持金106万。で、集めたものをね、売っ払っちゃうといくらになるか、行きましょうか。まずはニュートリノモジュール。で、金やね。金が894ある。これ全部売っちゃうと19もあるわ。うん、そこそこやね。で、チタニウムね。これも半分売っちゃおう。さあ、1回の採掘で、162万ですね。で、もともと106万やったんで、だいたいまあ50万ちょいかな。1回の採掘で50万ちょいなんで、まあ500万貯めようと思ったら10往復ね。うん。大丈夫？やれる？行くしかねえか。こんな感じよ、ほら。これ船で破壊できたらいいのにな。無理や、ほら。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、またや。やばいやばい、ほら、あかん。またやってもうた。もうええわ、このゲーム。なんやねん。苦労して削った金が、また、元通りになりました。うん。なかったことになっちゃいましたね。ほんまクソゲーやな、これ。うわ、ここもさ、結構、地下まであるわ。地下というか。すんごい、なんちゅうの？ほら。どこまで行くんこれ。めっちゃ掘れる。めっちゃ掘れる。ほら。ほらほらほら、めっちゃ掘れるで、これ。ちょっと待って、これ。だってさ、これ。どこまで行くんこれ。ほら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 。こっからポコって出てる分よね、これ。で、今ちょっとこれ掘ったらさ、うわーわわわわわわ。どこまで行くんや、これ。すごくねえか、これ。やばいぞ。ちょっと待って、スキャンしてみよう。まだ下まで行く。これやばいな。どこまで行くんや。あ、ここで終わりか。ここまでやな。めっちゃ来たぞ。何メーターぐらい来た、これ。50メーターぐらい来たんちゃうか。ほら、見て、これ、地底のさ。ほらほらほら。うわ、金の地底。すーげえぞ、これ。どこまであんねやろ。ちょっとこれ、周りだけ削ろうか、とりあえず。よっしゃ、一周回ってきた。こんな感じで、あ、ここも。すごいな、これ。で、上、うわ、めっちゃ、すげえ。これはやばい。これ、どうやって削る、全部。ちょっと待って、これ、登れるか？私は登れるのこれ。ちょっと待ってね。こっからさ、この上まで。いける？いけんのかな？あ、いけるか、いけるか。うーわ。わわわわわ。これはすげえぜ。どんな穴が出来上がるのか、ちょっと楽しみやな、これ。これを全部掘っちゃいますね。さあ皆様、出来上がりました。ここがね、もう柱。でさあ、もうこれ以上削れないよね。この柱は。でさあ、これ下見て、これ。ほら。めっちゃ深いとこまであってさ。全部掘ったよ、これ。めちゃめちゃ時間かかったわ。これちょっと下まで降りてみますか。もうね、ここも削れるとこないんですよ。あ、これ辺行けるか。もうほぼないんですよね、削れるとこ。この状態までなんとか持ってきたんで、ちょっと降りますね。おい、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 おいだ。はいはい、こんな感じですね。これすごいよ、これ。やーべえな、これ。よいしょ。さあ、かなりね、あ、もう満タンやわ、ほら。もうね、金だらけ。
よっしゃ、これでさ、一応、帰ってみますか。なんぼ稼げてるかわかんないですけどね。ちょっと、金を追っ払いに行きましょう。オッケー、金がね、5272、あ、100万あるわ。100万いけますね。ポチッと。うん。おお、270万まで来たぞ。ちょっとかなりしんどいな。ちょっと想像以上にこれ時間かかるわ。まあ今270万あるんでね、なんかかっこいい、かっこいいのあったら買いたいな。この変な色使いちょっとやめてくれへんかな。なんでピンクを使うねん。これね。ピンクじゃなかったら選択肢に入んねやけどな。24スロ。あ、250万や。買えるわ。買えますね、これ。格好悪くはないけど、もうピンクの色使いがな、ちょっと勘弁してほしいな。こっちも、あ、これかっこいいんちゃん。これこれこれ、ほら。なんでピンクやねん。ほら、これめっちゃかっこええのになんでピンク色にすんねん、こんなもん。ちょっと電話してくるわ、ハローゲームスに。うわ、これめっちゃかっこいいわ。これ欲しい。これ買える？もしかして。あ、買える買える買える。しかも24スロ。で、260枚から買えるよ。これ買っちゃっていいですか？ちょっと色がさ、これ色が、色が気に食わんけど、ちょうどね、性能もちょうど。そして値段的にもね、ちょっとこれ辺が限界やからな。オッケー、買ったぜ。これかっこいいもんね、これ。さあ、これね、結構長く乗ってましたけれども。うん。これちょっと形がさ、すごいかっこいい。これピンクじゃないか？赤かな？ピンクかな？うん、ちょっとピンクやね、やっぱ。よっしゃ、こんな感じ。うん。ああ、いいね、いいね、いいね。これ28スロ、600万するわ。わあ、次このクラス買いましょうかね。今買ったんが250万前後なんで、次のクラス600万にしましょうか。これいいね。これかっこいいよ、なんか。OK。では今日はこの辺で終了したいと思います。マヤでした。